こんにちは、吉田さん、グーグルや YouTube にもやっぱりね、使いれたくない闇ってのはあるでしょうね。でもこれっていうのは、組織を統治していると当たり前に起きることで、まあ、例えばね、私が会社を経営していて、お店を運営していて、従業員がいる。で、お客さんや新しい従業員さんが、まあ、私の店とか会社にね、来たくなるような演出っていうのは必要だと思うんですよ。ね、働きたいとかね、遊びに行きたいみたいなね。 そんんななななここととになればばいいいいいいででですすけどもでもかいいかりじゃないじゃゃ例えば長時間労働だよとか給料は上がってこないよとかねボーナスは出ないよとかお客さんのこと裏ではこんなこと言ってるよみたいなあると思います。まあ、でもねそういうことをそういうことをね本当だからっていうんであの暴いちゃうと結局はお店の不利益になって従業員の不利益になってお客さんも楽しむ場所がなくなってってことでみんなに不利益だからなんか一定のねやっぱこう。 制限をかかけるのは致し方がなないいことかなと思いま,すよ、ね、まああのどっかの,そのネオヒルズ塾でもやっぱこうんですかね予算っていうのがあるわけじゃないですか会,長会社の成長と発展に従ってで従業員も給料払わないといけないしいろんな経費があったりとかそれから将来的なプロジェクトの進捗とかそこに必要なお金とかがあるわけですから例えば時にはねあの売上のためにしょうもないものを売らないといけないかもしれないですよね。 それこそこいつは大丈夫かなっていうものですら大した検証もなくプロモーションにこう参加させてねで売り上げを作った後に「あうちは紹介しただけだから知りません」「この人が悪い人なんて気づきませんでした」みたいなねまあそういった形もとるかなと思うんですよ。うん、バババ、ーーーン、バーン、バーン <laughs> バーンバキューム <laughs> もうねマトリックスですねこれはねやっぱりねまあでも何て言うのかなあのそういうのも多分従業員さんがブラックロードを感じる一部にもなると思いますしできれば正直にやりたいんだけどなとかね特に現場で営業する社員さんっていうのはお客さんに気持ちが近いからなんかね詐欺的商品を売った後で ごめんんねねみたいな気持ちももあるかもしれませんよ、ね、で暗号通貨とか特にそういうのが多かったんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりその暗号通貨の,そのセールスをする YouTuber さんって多かったと思いますけども自分の状況がね借金まみれで一山当てたいっていう気持ちでプロモーションに参加したけどもでもそのプロモーションのネタ自体に大丈夫かなこれみたいな気持ちがあったりとかね。まあででも自分は紹介するだけなんで、まあ ね、あのあれですよオプトインアフィレートとか、あのー、プロダクトローンチも同じですよね。で紹介する人がその商品の検証を十分してないまんま紹介するわけですから売り上げは取れるんだけどもだけどもなんか自分の視聴者さん読者さんが一定の被害を受けてるんだろうなっていうことをあまり考えないようにするみたいなね。うん、でどう考えるかは情報を受け取った次第みたいな。 うん、そんな正論もあったりとかするんですけども果たしてそうかなと十分検証しないそして責任を取れない情報を流すのは本当にいいことなんだろうかとやっぱり一人になってみて思うのはまあ私はもともと一人ですけどもあの訳の分かんないものを上司とかね会社の意向によってそのやらなくて済むってことですよね自分が責任が取れる自分が納得したものだけができるってことですよ だから基本的には誰かとのジョインっってやっぱり嫌ですよね、うん、例えば投資の教材を売るってなってもなんかちゃんとねサポートしててくれるかなっていう不安はありますよ特に自分と同じレベルでサポートしてくれるかなって思うとそれをね自信持ってこの人は大丈夫って言う人はまあ吉谷さんとか奈美、まあ、さん以外にはちょっと考えられないかなと思うんですよね。 まあ最近も、あのー、なんかね、YouTube で、なんか教材売る人いましたけども、本当にしょうもないサポートしてるんで、がっくりしましたよね。だから、セールスを協力したくてよかったなっていうところもあるし、まあ、そういうのがね、最もシビアに見抜けて、あの、それもよかったなと思うんですよ。だから、それはいるまでの経験があったから、あまあ、そんなに肩入れして紹介しない方がいいかなとかね。いや、むしろ紹介しない方がいいかなとかね。 やっぱり人の紹介をすると自分にコミッションがなくてもリスクがかかるからもうやりたいけど自分でやるみたいな感じですよね。あもちろんなんかね動画に一緒に出る程度だったらいいんですけども、うん、なんか激推しするっていうのは押した方にも責任がかかってくるし普段自分の動画を見てる人っていうのは、まあ、例えば私の動画だったらね私のサポートレベルを期待して私が紹介した人までそのぐらいやるだろうと思うわけですよね。 だからそれぐらいのことを任せられる人ってのはちょっと他に考えられないなと思うんで、うん、まあそうですねドリームアカデミアとかナ、ね、ミさんの教材ぐらいしかもう押したいのがないですよねまあもしくは自分の熟成さんのことだったらずっと見てられるんでそれから結論を持てるんでねいいかもしれないですけどねそ、うん、まあ、どこですかねまあでも全ての情報にはやっぱり検閲学るかかの仕方がないことだと思いますよ、うん、やっぱね そんんなもんでしょうね放送を扱うっていうのはあの放送のプラットフォームに対して牙を向けるなことはできないかなとだから最強なのはもう自分のプラットフォームを自分で作ってしまうってことでしょうでサーバーは借りざるを得ないでしょうけどね、うん、そのぐらいでしょうね、はい、じゃあいってらっしゃい